今日のキックオフはエスパルス対甲府、富士山ダービーの超速報から。13戦負けなしのエスパルス、果たして結果は。さらに先ほど終了したばかりのジュビロの試合も北澤豪さんが徹底解説。そして選手権県大会1次トーナメント2回戦の結果、さらに新人戦王者浜名の強さとは。それではキックオフ静岡スタートです。2試合連続の3ゴール、自動昇格圏の2位に浮上したエスパルス。サポーターファミリーと共に昇格する、さらにこうギアを上げながらラスト7試合しっかりやっていきたいなと思ってます。本節は8位甲府との富士山ダービー。過去6勝3分け1敗と相性のいいホームでの対戦。13戦負けなしのエスパルスは勝ち点3をものにできたのか。勝てば3連勝の清水エスパルス、ヴァンフォーレ甲府をホームアイスタに迎えます。多くのファンサポーターがこのアイスタに駆けつけました。ただ最初にチャンスを作ったのは甲府です。10番の長谷川のロングシュート、しっかりとここは権田がキャッチ、ピンチをしのぎました。いいキャッチですね。そして10分です。甲府長谷川から三平のクロスがあわや失点かといったところでした。三平選手ですね。三平でしたね。三平君ね、こういうところ得意なんですよ。はい、だからこうちょっと見送った感もありましたけどね、当たってるんだと思いますけどね。ここはなんとか道を免れます。そしてエスパルス岸本、最後サンタナがここで粘ってカルリーノスジュニアのロングシュート。この流れは北澤さん、美しかったですね。斜めのボールが入ってサポートも良くてタイミング合ってますよね。この辺の攻撃のこう関連性みたいなのが最近やっぱいいですよね。流れを見せた清水エスパルス。ただ26分、甲府松本のミドルシュート、ここも権田のスーパーセーブです。打ってきますよね。狙ってきますね。強烈なミドルシュートが飛んできます。さらに28分、甲府今度はクリスティアのこの位置からのロングシュート。ー右手一本で、はい、難しそう。スーパーセーブ。前半は0対0です。ちょっと甲府のシーン多すぎない？前半ちょっと押され気味でしたかね。そして後半11分、まずチャンスを迎えたのはエスパルスです。コーナーキック、山原のボールにチアゴ・サンタナ、しっかりと北澤さん合わせていきましたね。いいボールも入ってましたしね。さらに18分です。エスパルス、サンタナのドリブルからアーリークロス、反応したカルリヌスジュニオといったところでしたが、ここは合わせきれませんでした。いい間に入れてきましたけどね、迷ったんじゃないですか、行き方を最後ね。そして後半25分、今度はピンチです。甲府豊かが抜け出して左足のシュート。日本のボールですからね、ピーター・ウタがこの辺うまいですからね、裏の取り方とかね。味方の時は良かったですけれども、フィニッシュワークいいんですよね。そうだよね。はい、そして後半27分、エスパルス、カルリーニョス、そしてサンタナ、最後は北爪、惜しくもゴール右に外れていきます。サンタナの収まりのシーンやっぱ多かったですよね。あとわずかといったところでしたね。落ち着かなかったね。さらに後半29分、今度はピンチのシーン、甲府松本の折り返し、そして松田のシュートは枠外になんとか飛んでいきましたが、北澤さん危なかったですね。権田さんも少し見送ってますからね、これはやばいと思ったんじゃないですか。外してくれて、まあラッキーだったんじゃないかなと思いますけどね。ただ得点動かず0対0、エスパルス3連勝とはなりませんでした。まだまだ諦める数字じゃないですし、我々には追い越すべき相手がいますんで、しっかりと上を見据えながら、最後の最後までこうサポーターファミリーの力と借りながら共に戦っていって、最後しっかりと昇格優勝っていうのをしたいなと、勝ち取りたいなというふうに思ってます。いや、北澤さん、勝ち点1ゴールが遠かったですね。まあいい内容だったと思いますよ、試合としては。甲府がアジアチャンピオンズリーグでオーストラリア帰りで疲れている以上になんか研ぎ澄まされた状況で戻ってきたんで、マッチアップとしては難しかったんじゃないかなって。
勝てもしたけど、もしかしたら負けてしまう可能性もあったんじゃないかなという試合だったと思いますけどね。ただ甲府の守備もかなり洗練されてたと思いますが、そこを崩すために何が必要でしたか。いや、チアゴ・サンタナのボールの収まりがあってからの展開というのは非常に良かったですし、一つボールが動いたときに一人じゃなくて何人もそのボールに関与している今の清水は非常にこうクオリティの高い攻撃を見せてるなと思います。まあ、点は取れなかったけど調子のいいチームだなという見方はできると思います。じゃあもう J2 リーグ終盤ですけれども、ここから先に向けて、まあ、悲観する内容ではないということですし、ですけどやはりあと6試合ですね。やっぱり秋葉監督見据えているのは追い越さなければいけないということを考えていくと、やっぱ勝ち点失ったのは大きいかなと思うので、はい、やっぱ次に向けてポジティブにいかなければいけないかなと思いますけどもね。まあ、ポジティブと言いますと、これ4試合連続でクリーンシートということで、無失点というのは守備の安定もいいところなんじゃないですか。そうですね、比較的攻撃は目立つんだけども、それでもやっぱ守備が失点がないというところは、チーム状態いいと言える理由じゃないですか。次節に期待したいですね。さあ続いては3位につけるジュビロの超速報、アウェーで岡山と対戦しました。エスパルスが引き分けたため勝てば2位浮上となるジュビロ、アウェーで岡山と対戦。前半7分、相手のパスミスからショートカウンター、ジャーメイン山田とつないで最後は松原、幸先よく先制に成功します。北澤さん、いい形で先制しましたね。時間帯もそうですし、奪ってからの展開が非常に良かったですよね。山田選手の縦パスが入った時に松原選手40メートルぐらいゆっくりこう走ってきてるんですよね。やっぱりこうなるだろうという予測がここで働いているので、大裏でやっぱり受けてシュートを決められた理由になった。このやっぱチームの調子の良さだと思いますよ。まだペナルティエリア内にも何人も侵入してましたもんね。そうなんですよ、それから湧いてくるような感じもやっぱできてますよね。いい形でジュビロが先制しました。12分、またも相手のパスミスからドゥドゥ、そして山田、10試合ぶりにスタメン復帰のキャプテンがゴールに迫ります。気が利いてる動きしますよね。頼もしい選手が帰ってきました。しかし37分、岡山にこうしてサイドを崩されてしまい、うわ、失点。1対1で後半に向かいます。後半17分、途中出場の古川がシュート、セカンドボールを拾い、こうして時間を作ります。そして古川から上原がミドルシュート、惜しくも枠を外れます。けど固まった岡山のディフェンスに対してね、いいアイディア持ってますよね、古川君ね。24分、再び古川が仕掛け、ここから上原が狙うも、これはバーの上。これも同じですよね、引きつけておいてシュートライン作ってますからね、古川がね。そして積極的にゴールに向かっていきます。31分、岡山のコーナーキック、柳に決められ逆転を許します。1点3が欲しいジュビロ。37分、鈴木優斗のクロスにジャーメインが合わせるも、惜しくもキーパー正面。そして後半アディショナルタイム、ここも鈴木優斗、遠藤、そして最後はジャーメイン、カバーかよ。しかしこの決定機を決めきれません。パワーもするし、いい仕事しましたね、彼はね。相手が帰ってきていました、試合は2対1で終了。ジュビロ2位浮上のチャンスを逃しました。入りはね、我々がしっかりこう準備してきたことがうまく表現できて、まあ、先に点を取ることができて、本当に狙い通りだったと思います。で、まあ、後半セットプレーでね、まあ、逆転されて追いつくこともできず、痛い敗戦になったと思います。まあ、負けることはあるので、
我々まだ6試合残してますので、そこに向けてまたしっかり次の試合に向けてしっかり準備するだけだと思ってます。いや北澤さん、上を目指していく上では、まあ、監督もおっしゃっていましたが痛い黒星ということになりました。まあそうですよね、まあ、ただ切り替えて次に向かっていこうという意思は、ね、表現されてましたけども、はい、1点目は素晴らしかったですよね。先制していい入りかなと思いましたけれども、今のチーム状態やっぱいいじゃないですか。その流れをこのまま継続的にいけるかなと思ったんですけど、やはりちょっと岡山の堅い守りに少し手こずった感が出たのかなと思いますけどね、まあ、その趣味を崩すという意味でも結構こうロングシュートは多い印象もありましたよね。まあ、引きつけておきながらシュートラインを作っておきながらっていう、こう古川君が入ったりとかっていう流れは作ってたと思いますけどもね。ただ2人変えようと思った時に取られてしまったりとか、ちょっとこう起用が後手になってしまったところは、まあ、難しいタイミングですけどもね、ちょっと残念に思うポイントかなと思いますけどもね、まあ、ここから本当に負けられない戦いが続いていきます。はい、さあそして、速報も入ってきています。今試合が行われている藤枝 FC の試合なんですが、相手が東京ヴェルディ2対1で今リードを許している状況なんですね。後半2分、はい、まあ、今現在4位のヴェルディですけれども、藤枝 FC 勝利が欲しいですね。前半終了1-1だったような気がしたんですけどね。そうですよね。後半入って2分でやられてるってことだよね。まあ、この結果次第ではジュビロが4位に後退してしまうという可能性もあります。変わっちゃうんだ。はい、J1 自動昇格圏内のこの争いも大混戦になってきました。さあこの後は選手権県大会一次トーナメントの結果は、昨日行われた高校サッカー選手権県大会一次トーナメント2回戦、第5シード聖成は島田翔成と対戦。前半13分、ブルーの聖成は7番児玉の俊足を生かしたゴールで先制。さらに29分、左サイドを8番林が駆け上がると、9番伊藤が頭で合わせ追加点。追いかける展開となった島田翔成は相手ゴール前でチャンスを作りますが、ゴールネットを揺らすことができません。試合は後半4点を追加した聖成が6対0で勝利、3回戦進出を決めました。まあ、ベスト8油断することなく、まあ、チームみんなで頑張って勝ちたいです。続いては第5シード福井と島田の一戦。前半15分、水色の福井はコーナーキックのチャンスに3番鈴木が合わせ先制。追いつきたい島田は後半9分、左サイドからのクロスに9番佐野が頭で合わせますが、惜しくも枠を捉えることができません。すると14分、福井の9番澤田が裏へ抜け出すと、キーパーの股を抜く技ありシュートで追加点。試合はその後さらに2点を奪った福井が完封勝利、見事初戦突破を決めました。もう今週はずっとセットプレーの練習してて、自分たちの思ってた通りの形で点決めることができてとても良かったです。その他の結果です。浜松南が浜松コナンに3対0で勝利しました。3回戦で新人大会優勝の浜名と対戦します。小笠が岩田南に2対1で勝利、3回戦で県総体準優勝の清水桜ヶ丘との一戦に臨みます。県総体は惜しくも初戦で涙を飲んだ加藤学園行秀が3回戦に進出、第3シード東海大静岡商用と戦います。浜松市立と掛川東の試合は PK 戦の末浜松市立が勝利、3回戦で掛川工業と激突します。7大会ぶりの決勝トーナメント進出を目指すオイスカ浜松国際が智徳に8対0で勝利し、3回戦進出を決めています。加藤学園が清水国際に4対2で勝利、3回戦で第4シードの日大三島と対戦します。
そして今大会注目校の一つが新人大会チャンピオンの浜名。去年の悔しい思いも胸に頂点を目指します。今年19年ぶりに新人大会を制した浜名高校。静岡屈指の伝統校が次に目指すのは冬の静岡の頂点です。目安の3分台に突入して、今試合終了のホイッスル、浜名高校が1-0。今年1月、優勝候補筆頭の静岡学園を撃破し、19年ぶりに新人大会を制した県立浜名高校。全国選手権準優勝や2度のインターハイ優勝の経験があり、2010年南アフリカワールドカップ日本代表の矢野貴章選手の母校でもある伝統校。今年全国選手権に出場すれば、元ジュビロ監督の柳下正明さんが高校3年生だった1977年度以来となります。その伝統が現れているのが、ユニフォームにも刻まれている浜名の文字。創部当初、当時の書道の先生に書いてもらったもので、今では学校のあらゆる場所にサッカー部から生まれたこの文字が。より誇りに思います。恥じないプレーをしないといけないと思ってますし、そういう中で自信も持ちながらやってます。もう一つの特徴は、選手全員が県西部出身であること。小学校から知ってる選手ばかりで、小さい頃からつながりがあります。スポーツ留学が当たり前の今、地元選手だけで全国出場を目指します。まだやっぱり西部地区から、中部や県外に行ってしまう選手たちが多いので、多分そういった子たちにもやっぱり負けたくないっていう気持ちが強いのかなっていう。そんなチームのキーマンは浜松市出身、藤田翔馬選手。技術と戦術眼に優れ、得点にも絡めるボランチで、内藤監督から熱い信頼を得ています。シュートが足りないという時にこうシュートを打ったりだとか、今自分たちで時間を作りたいという時に時間を作ったりとか、やっぱり我々にとってはすごく必要で。存在感を放つ藤田選手ですが、去年の選手権で忘れられないあるシーンが。藤枝東と激突した県大会準決勝。白熱した試合は両者譲らず、試合は0-0のまま延長戦に突入します。延長前半に先制を許した白のユニフォーム浜名でしたが、セットプレーから追いつき、試合を振り出しに戻します。しかし、ゴール前ヘディングし、折り返して決めた。最後はキャプテン15番の海がいい。背番号7をつけた藤田選手の目の前で決勝点を決められたのです。あの時どうすればよかったなとかっていうのはありますか？自分がカバー行ったんですけど、それで間に合わなくて、カバーがやっぱり先に声をかけたりして、マークをしっかり確認して、しっかりマークマンについていくことをしていれば失点も防げたかなと思います。一番悔しい形なんで悔いが残ってます。もしかしたら防げたかもしれないあの失点、当時の3年生の思いも背負って今年の選手権に臨みます。自分たちは来年残ってるので、その先輩たちの借りを返してこいと言われました。やっぱり自分がとにかく中心となって、その先輩の言葉を胸に秘めて頑張りたいと思います。全国行くぞ、キックオフ。はい、北澤さん、藤田選手も目の前での失点のことも今でもよく覚えてるっていうふうに話してました。いや、選手としては大事なことだと思いますよ。やっぱ記憶に残していくっていうことが、やっぱ次にこうまた取り戻すことにもなりますからね、うん、そういうチャンスが彼にはありますからね。そうですよね、はい、そして北澤さんも浜松で過ごされていましたけれども、はい、浜名高校の、ね、はい、印象は。いや、もう事態はもう僕らは記憶として残ってるし、ああいうの継承されてるところが素晴らしいなっていうふうに思ってますけどね。ワールドカップ選手も出してますしね。いや、貴章選手、うちでお風呂入ってきましたからね。そうなんですか。ご近所付き合いだったんですか？ご近所付き合いでしたけども、あと
本田意見にも吉越さんとか荒木先輩とか結構いたんで、やっぱ名門ってことはもう理解してますからね。はい、本当みんなで、またあの浜名の文字を全国にって思いがあります。いいですね。はい、今年も楽しみです。そして速報が入ってきました。藤枝マユシート東京ヴェルディ後半15分が経過して、得点変わらず2-1、1点リード東京ヴェルディということなんですけど、藤枝マユシートここから逆転できますか？いいなんかマッチアップしてる雰囲気ありますけどもね。まずは同点ですよ ね、 そうですね、はい、まずは追いついてほしい、ちょっと楽しみですね。さあそして来週のキックオフ静岡は藤枝マユシート対清水エスパルスの静岡三国決戦、さらにジュビロの速報をお伝えします。こちらもお楽しみに。はい、北澤さん、次節藤枝対清水のこの試合、はい、前回は5月に対戦して5-0で清水が勝ってるんですけれども、どんな試合？まずは一時期以降なんで皆さんあの会場に来てもらえればなって。そうですね、あのやっぱりダービーなんでね、盛り上げてもらえればってありますけど、けど藤枝がやっぱり強いチームに対してライン設定を最近調節し始めてるじゃないですか、あの辺をしっかり守れてくると今度ボールポジションがうまかったりとかするんで、なんかうまくいなせてくるのかなと思いますけどね。ぜひ現地で楽しむのもいいんですけれども、実はその試合第一 TV で実況生中継、そうなんですよ、今度の土曜日午後、0時55分からお伝えしますが、北澤剛さんが解説なんですね。そうなんですよ、ぜひあの皆さん見てください。あのチケットもかなり売れ行きがいいということなので、行けない方はぜひテレビでご覧いただければなと思いますが、J2 リーグ終盤1試合1試合の重みがかなり重く増してきました。ハラハラしてきますね。北澤さん、ありがとうございました。では次回も日曜夕方5時キックオフ。